トレオ300パームトレオトライユーは後にパームが買収したハンドスプリングの開発したスマートフォンシリーズジェフ・ホーキンス。考案者は現在はパームが製造と保守を行っている。電話をかけている最中にカレンダーを確認できたり、コンタクトリストから直接電話をかけたり、電子メールを送信したりといった様々な機能が統合されている。最近の機種では カメラも組み込まれている。オペレーティングシステムはパーム OS で MacOS 10及び Windows との同期が可能だが、最近では Windows モバイルを搭載したバージョンもある。2008年8月現在、トレオには19機種があり、可評に示す順序でリリースされた。680シリーズまではパーム OS 搭載で700シリーズ以降は Windows モバイル。 2008年8月19日、最後の GSM 対応のトレオプロがリリースされた。CDMA 対応のトレオプロは2009年3月に発売された。CDMA 版プロは Windows モバイル機器として初めてインターネットエクスプローラーモバイル6を搭載している。2009年6月にはパームプレがトレオシリーズの後継としてリリースされた。ありがとうございます。